こんにちは、うまっぷるの小鳥とうまっぷるのポテトです。これからマスターのレース直前予想動画が始まります。その前に教えてマスター Q&A 動画もぜひご覧ください。私も出演しております。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。こんにちは、予想屋マスターです。今週はですね、競馬の祭典日本ダービーについてお話をしたいと思います。日本ダービーですが、頭数がですね18頭と、やはり日本ダービーということでフルゲートになったんですが、ただですね、人気的にはコントレールが断然人気で、サリオスと2頭でですね、まあ、抜けた人気になるのかな、ちょっと3番手以下を離した人気になるのかなというふうに思っております。基本的にはですね、2強対決が注目されて、そこにですね、何かが食い込めるかっていうところが、このレースのポイントになってくるのかなというふうに思っております。それでは過去のレースを順番に振り返っていきますが、一つ目がですね、弥生賞ディープインパクト記念ですね。でこのメンバーからはですね、勝った里のフラッグ、2着のワーケアが出走してくると。で、2頭ともですね、まず里のフラッグから見ていきますが、1枠だったんですが、この日ですね、どちらかというと外目もかなり伸びる馬場状態でして、中段よりやや後方の外目に出してです、早めに出して、早めにまくって押し切っての1着といった内容です。で、脇はですね、その前のちょっと内目で足を溜めていての2着なので、まあ、 内容的にはですね、ちょっと里のフラッグ、このレースを見る限りは脇よりはちょっと強かったかなという感じがします。で、もう一個ポイントは3着オーソリティが、このあと皐月賞では全く通用していなくて青葉賞を勝利しているということを考えると、やはり皐月賞はかなりレベルが高かったと。で、対してあとですね、里のフラッグが、やはり皐月賞で、人気に3番人気になっていたんですが5着に敗れてしまったことを考えると、やはり皐月賞の上位2頭かなり強かったという見方でいいのかなと思います。で、脇はですね、やはり今回、ダービーに照準を絞ってですね、東京コース得意と言われているのでそこで絞ってきたんですが、まあ競馬の場合ですね、極端にワーキアが東京コース得意というよりは、まあ、ワーキア東京コース勝った2回はですね、かなり弱いメンバーに恵まれていたので、それでですね、過剰に人気になるようであればですね、ちょっと抑え程度に回す方がいいのかなという感じもしております。なので、まあ、里のフラッグを物差しで見ればですね、やはり皐月賞上位2頭の方がワーキアより上という見方でいいのかなというふうに思っております。次ですね、毎日杯ですね。で、このメンバーからは勝った里のインプレッサ、あと2着のアルジェンナが出走してくると。で、アルジェンナなんですが、アルジェンナが先にですね、先行集団を見る形の3、4番手ですね、の馬込みの中を進んでいたんですが、まあ、このレースですね、この7番の、名将ラツワンがですね、途中から早めに動いていったこともあって、早め先頭だってですね、ちょっと後続を離したこともあって、ちょっとペースが速かったと。で、それをまあ勝ちに行った分、アルジャンナが食われてしまったという見方もできますし、あと里のインプレッサーはですね、後方のラチ沿いで足を溜めていたので、これですね、見方としては一つはですね、やはりこのハイペースの前崩れの展開かつインコースが有利な馬場状態で後方のラチ沿いで足を溜めていたので瞬発力を使えたという見方と、あとですね、直線かなり壁になって追い出しに苦労していたので、相手からはスパッと抜けたところを見ると、もっと早めに置いてれば楽勝し、空いてれば楽勝したんじゃないかという見方ができるので、そういう意味ではですね、評価が分かれるんですが、ただまあ NHK マイルカップでちょっと惨敗してしまったので、それがどうかというところがポイントかなという感じがします。ただですね、今回は1枠1番を引いたので、後方のラチ沿いでですね、足をためられれば、チャンスはあるのかなという感じがしています。次ですね、皐月賞ですね。で、このメンバーからはですね、まあ、上位ですね、かなり出走してくるんですが、勝った、コントレール、まずコントレールから見ていこうかなというふうに思っております。で、コントレールですが、そうですね、1枠だったんですが、ちょっとですね、1周目の、1コーナーのところでですね、ちょっと、行き場を失うような感じになって位置取りが下がってしまったと。で、それでちょっとどうなのかなと思って見ていたんですが、早めに外に持ち出してまくるような競馬をするとかなり強い内容で勝ったという内容でした。なので、このサリオスとの差は、サリオスがですね、後位から競馬をしていたことを考えると、実は着差以上に強かったという見方ができます。なので、まあ、皐月賞の内容を見るとちょっと他の馬とは勝負付けが済んだんではないのかなというのが私の見方です。で、2着のサリオスもですが、まあ、これ2頭でですね、ちょっと7馬身、
三馬身ちぎっているように、三馬身半ちぎっているように、ちょっと上位にと抜けた内容だったかなと思います。で、さらにですね、この着差以上にコントレールが強かったという見方ができるんですが、まあ、サリオスが逆転するにはですね、枠順の差を生かして後位のインで足を貯めればと思ったんですが、また今回コントレールが内側を引いてしまったこともあるので、ちょっと逆転するにはよほどですね、レーンジョッキーがうまく乗らないと、コントレールを逆転するのは厳しくなったのかなという感じがしています。で、あと3着のガロアクリークですね。これ力つけてますね。あの馬込みの中を追走して外枠だったんですけどね、でじりじり伸びて3着ということを考えると、まああのちょっと上位2頭には力差見せられたんですが、まあ3着候補という意味ではチャンスはあるかなという感じがします。でウィンカーネリアもですね、あの逃げたキメラベリテがですね、大逃げを打ったこともあって離れた2番手で、どちらか短期逃げと同じ状態で気分よく、先行できたということもあって4着に残ったと。ただまあ今回ですね、実は、ウィンカーネリアが短期逃げ濃厚なので、そういう意味では同じような展開、まあ同じというかあれですね、この時は2番手なんですが、楽に先行できる展開になった場合には、今週からコース代わりの、東京競馬場の馬場状態が前残り、極端な前残りの時には注意が必要かなという感じがします。サトノフラッグはですね、あの人気になっていたこともあって、早めに外に持ち出して、自分から勝ちに行く横綱競馬をしたんですが、やはりちょっと力が足んなくて5着でした。なのでこの王道の競馬ではちょっとこの、上位2頭には勝てないかなという感じがするので、そういう意味ではですね、うまく、ラシゾーに潜り込むかなんかして、うまい競馬をしてどこまでといった感じだと思います。であとですね、この下はちょっとほとんど通用しないと思うんですが、外を回った中では、だからこのサトノフラッグが外を回って2分1秒8だったのと同じように、ダーリントホールもですね、外目を回っての6着なので、うまく競馬ができればもう少し走ってもいいのかなという感じがします。で、例えばこのですね、ディープボンドとか、もう後位のインを通称しての10着の馬がこの後強襲と新聞杯を勝っていたりですね、そういういろいろな比較をしていくと、皐月賞で惨敗した馬がですね、他で、かなり上位争いをしてしまうので、そういう意味で言うと皐月賞組が上位と。でそれで2頭でぶっちぎったコントレールサリオスは人気だけども、やはり、力があるという見方でいいと思います。ただ、まあ、ちょっと馬券的にはどうかなという感じはするんですが、やはり人気ですが、この2頭は強いという見方でいいと思います。次ですね、青馬賞ですね。でこのメンバーから2着のバルコスが出走してくると。でバルコスなんですが、まあ、あの中段よりやや後方に行って、実は早めに少しまくり気味に上がっていて2着だったんですが、まあ、あの見方が2つありまして、後位のインで足を貯めたオーソリティよりはレース内容がいいので青馬賞組ではこの馬だよって見方と、やはりオーソリティが一戦級相手では通用していないので、やはりこれの比較でオーソリティを単純に比較するとバルコスもやはり皐月賞組にはちょっと勝てないという見方と、2つあるのかなという感じがしています。最後ですね、京都新聞杯ですね。このメンバーからディープボンドと、マン・オブ・スピリットという2頭が出走してくると。でディープボンドはですね、あの、まあ、この前4頭がやり合った離れた5番手をポツンと1頭、つまりスローペースの短期逃げのような馬の気分としては気分のいい状態で通走しての勝利なので、そういう意味ではレース内容としてはそんなに高い評価を与える必要がないと。一方マン・オブ・スピリット外を回っての2着なので、内容的にはやはりディープボンドよりマン・オブ・スピリットが上という見方ができるのかなと思います。ただですね、やはりこのディープボンドがですね、先ほどお話したように皐月賞でですね、この4番手の内目の後位のラシ沿いの、いいところを走っていながら全く通用しない10着だったことを考えると、やはり青葉賞組と同様京都新聞杯組も皐月賞の上位組の方が上という見方ができるのかなという感じがしています。で最後展開を見せしながら解説をすると、これ実はですね、この頭数いる割にかなり先行馬が少ないという感じがします。で大外枠なんですが、このウィン・カーネリアンが短期逃げになりそうなので、まずですねウィン・カーネリアンの逃げから始まって、でこの馬も飛ばして逃げるタイプではないので、まあ、スローの団子状かつスローの瞬発力勝負ということでになるのかなと思います。なのでちょっと後ろから行く馬はよほど力がないと厳しいかなという感じがしています。ちょっと内から見ていきますが、1番サトノインプレッサ、まあ、あの内枠なんで内で足を貯めて毎日杯と同じような競馬ができればと思うんですが、ただやはり、いくら内枠とはいえ、この、
先行馬が少ないメンバー構成で後ろで構えると届かない可能性の方がちょっと高いのかなという感じがします。で2番のアルジャンナ、まあ、これもですね、好意のインで足を溜めてどこまでといった感じだと思います。まあ、単純な比較では毎日杯で負けているので1の方が良さそうに見えるんですが、ただ前に行ける分逆転があってもちょっとおかしくないのかなという感じがします。でワーケア、基本的には、弥生将組はですね、里野の比較でちょっと落ちるという見方なんですが、ただですね、この枠順は絶好枠です。なので、好意のインで足を溜めてロスのない競馬ができればですね、やはりスローで前残りの展開かつ、コース代わりでイン有利の馬場を生かせればチャンスはあるのかなという感じがします。で4番は厳しいですね。でコントレール、まあ、この枠順で福永ジョッキーうまく乗るでしょう。なので4、5番手のインコースから抜け出すといったシーンが想定されるのかなと思います。まあうちで詰まること多分ないと思うんですが、やはりですね力もちょっと抜けてますし、意外と、競馬は上手な馬で前に行く足もあるので、そんなに位置を下げすぎなければやはり人気ですが高い評価を与えて当然かなという感じがします。6番のベルトライゼンテ、そうですね、サツキショースプリングステークスを見るとちょっと足んないんですが、この内枠を生かしてこのインの3番手の絶好位あたりに入ればですね、多少展開面だけでチャンスはあるのかなという感じです。まあ、先週のですねオークスなんかも見ていただくと分かるんですが、まあ、勝った馬が強すぎただけで、あとはですね実は2、3番手のインコースのラチ沿いでロスのダック進んだ馬が、ちょっと人気薄ながら構想しているように、穴としてはですねそういうロスのない競馬ができた馬で立ち回った馬が、であと好位ですね、前に行けた馬が、波乱の起こす可能性は若干あるのかなという感じがします。で7番ちょっと厳しいですね、ビターエンダー前行くんですが、まあ、プリンシパルもインの3番手の絶好位な上に皐月賞もですね、前に行ってこれだけ負けてしまうとちょっと厳しいかなという感じがしています。ダーリントンホール、そうですね、前回外を回った割には悪くないので、うまくですね拉致沿いでロスなく回れば、少し 2,3 着候補という意味では抑えは必要かなという感じがします。コルテジア、前回ですねうちで足を溜めたんですが、まあ、伸びないんでちょっとこの枠順だと厳しいかなという感じがします。でガロアクリーク、まあ、ちょっと力つけてますね、力はつけてるんですが、ちょっと上位2頭逆転というのはちょっと厳しい感じもあるので3着候補という感じかなという気がします。でサリオス、まあ一応ですね、前回2頭でぶっちぎったように打倒コントレール1番手でなんですが、まあ、逆転となるとですね実はやはり枠順が今回逆でサリオスが内を引いてサリオスがロスのない競馬ができればと思っていたので、ちょっとこの枠順だと、まあ、構想する可能性はかなり高いんですが、コントレールを逆転するまでは厳しいかなという感じがしています。まあ、コントレールが負けるとしたら福永ジョッキーが打ちで詰まってちょっと、足を余してしまったというシーンぐらいかなという感じがしています。で13番厳しいですね、14番も厳しい。で里のフラッグ、まあそうですね、この枠順なんでね、まあ人気になるんでしょう、そこそこ人気にはなるんでしょうけど、やはり前回のように外を回って勝ちに行く競馬では厳しいので、内で足を溜めればという感じもしたんですが、やはりこの枠順だとやはり外差しが届くようなですねコース代わりで何か特殊な条件にならない限りはやはり上位2頭を任すまでは難しいのかなと。まあ、当然3着候補には評価を与える必要があるんですが、逆転までは難しいかなという感じがしています。で16番17番ですね、この8着2頭ですね、前回京都新聞杯阿波賞、さっきほどお話した内容2頭とも外を回ってていいんですが、同じく外枠でさらにメンバー強化なんでね、やはり、外差しがよほど有利にならない限りは厳しいかなという感じがします。でウィンカネリアン、一応これが短期逃げ濃厚なので、展開面というだけで、残り目には注意が必要かなという感じがしています。一応18とこのように分析しております。で、基本的にはですね、まあ、コントレールがですね前回着差以上に強い内容で勝ってますし、でこの内枠を引いたことも考えるとちょっと馬券的には魅力がない、かつですね、サリオスと2頭がですね前回ぶっちぎってるように力としては、2頭が抜けているので、まあ、この間に何かが入るとしたら